僕山ヤギ、新しいもの面白いもの大好き。みんなに僕が見つけてきたワクワクするものを紹介するよ。山ヤギの何これコレクション。山ヤギくんこんにちは。今度のバレンタインでチョコはもらえそうですか？ねえ、バレンタインはチョコをもらうだけじゃないから大丈夫。今年は山ヤギくんから大切な人にメッセージを送りませんか？今明治ではチョコレートでもっと話そうをコンセプトにしたバレンタインデーを提案しているんですよ。どういうことするの？この明治の一口サイズチョコレートを使ってチョコペンを作るのはどうですか？どうやるの？やり方は簡単。これを湯煎して袋の角をカットするだけ。お皿やお菓子にメッセージやイラストを書いて大切な人に思いを伝えてください。ワンダフォー。さらにチョコレートでもっと話すために明治のホームページではチョコレートメッセージメーカーをご用意しました。どういうサービス？ホームページ上で文字を打ち込むだけでメッセージがチョコ文字で作れるサービスです。作った画像をシェアして思いを届けましょう。おー、また作ったメッセージを SNS でシェアするとプレゼントが当たるキャンペーンを実施中。抽選で214名様に明治ミルクチョコレート10枚とアルファベットのチョコ型をプレゼント。実際にチョコ文字を作って思いを届けられるようになります。詳しくは明治ホームページをチェック。レッツゴー。なるほど、今日分かったことは、大切な人に思いを伝えるなら明治のチョコレート。何これコレクション認定。次は何かな？またねー。